弱小五郎長元七年は、平安時代中期の天台宗の僧、文人。三義、大江人志向の子。俗名は、大江上記。弱小、三河入道、三河清、円通大師とも称される。文章、若に秀都書と、三河守を歴任、十五一下に至る。三河守として赴任する際、元の妻と離縁し、 別の女性を人国に連れて行ったが、人国でこの女性が亡くなったことから、九百八十八年弱神の元で出家し、永山三千坊の一つにおい林寺に住んだ。その後横川で、原神に、天台教学を、人外に密教を学んだ。千三年層に都会し、蘇州の僧六史に任じられ、新州からシート、円通大師の号を賜った。また、天台や町令から、 原神の天台宗疑問27条への回答と、その解釈を得た。日本へ帰国しようとしたが、三種の日の問いの要請により、蘇州クレモ門寺に留まった。その後、日本に帰国することがないまま公衆で没した。ここに、公元がいたとされる。また、上記の公営領道は、大見国山村郷に住み山村氏を称した。弱小については、高田路藩。 連環期にも取り上げられている。ありがとうございます。